ジョン・トリバー・トンプソンはアメリカ合衆国の軍人、実業家。アメリカ陸軍の将校として、巡将まで務めた。トンプソン・サブマシンガンの開発者として知られる。1860年12月31日、ケンタッキー州ニューポートに生を受ける。父ジェームズは南北戦争に従軍した砲兵将校で、中佐の階級で陸軍を退役した後、1880年に、 死去するまでインディアナ大学で軍事科学の教授として教弁を取った。ジョン・トンプソンはケンタッキー州、テネシー州、オハイオ州、及びカリフォルニア州の中屯地で幼少期を過ごし、16歳になる頃までに軍人になることを決めていた。1877年からインディアナ大学に1年間在籍した後、陸軍士官学校へ入学し、 1882年に卒業した。将位としての最初の認知は、彼の出生地でもあるニューポートに駐屯する第二砲兵連隊であった。その後、陸軍の工兵及び砲兵学校を卒業し、1890年には武器商に配置され、残りの任期を過ごすこととなる。この頃には、彼は消火器の専門家となっていた。米西戦争が始まると、 トンプソンは中佐に昇進し、ウィリアム・アール・シャフター将軍が指揮するキューバ戦線の主任武器少子官としてフロリダ州タンパに派遣された。シャフター将軍の部隊は軍需品供給に関わる物流上の問題に悩まされていたが、トンプソンは効率的な手法を用いてフロリダからキューバの前線へと兵器供給を行い続けた。トンプソンの手によって、 タンパに眠っていた1万8000トン以上の軍需品は一切の欠品がないままに前線へと送られた。この功績によりトンプソンは陸軍で当時最年少の大佐となった。またトンプソンが初めて自動火器を扱ったのはこの軍需品供給任務の折だったという。独立した機関銃主体の編成に従事していたジョン・ H パーカー注意の要請に基づき トンプソンは4門のガトリング砲と十分な弾薬を自らの独断で9倍送り出した。この機関銃死体は後のサンフアンコーチの戦いで重要な役割を果たし、パーカーはガトリングガンパーカーとしてその名を知られてゆくこととなる。戦後、トンプソンは武器商消火器部門の責任者に任命された。この地位にある頃、彼は M1903 小銃の開発や M1911 拳銃の採用に携わった。また、M1911 拳銃の採用に関する試験では、彼は銃弾の威力を評価する手段として、人間の死体や生きた牛を射撃するという異例の試験方法を考案した。トンプソン M1921 を手にする、トンプソントンプソン M1921-1914 年。 欧州にて第一次世界大戦が勃発する。トンプソンは連合国側の主張に強い共感を覚えたという。当初アメリカは参戦しなかったものの、彼は欧州における消火器の需要を強く認識し、この戦争利益を手にするまたとない機会とも捉えていた。トンプソンは11月に陸軍を退役し、レミントン・アームズ社の主任技式に就任した。彼は、 ペンシルバニア州チェスターのエディストン工場の監督官となる。エディストン工場は当時世界最大の消火器製造工場であり、イギリス軍向けのリーエンフィールド小銃やロシア、帝国軍向けのモシンラガン小銃を製造していた。第一次世界大戦で生まれた残酷戦は戦争の形態を変える戦術であった。 1916年からトンプソンは残豪防棄と過小する残豪内で敵を駆逐することを目的とした自動式消火器の設計と施策を繰り返していた。トンプソンは既存消火器の設計を調べるうちにジョン・ブリッシュ米海軍少佐が考案した摩擦式の遅延ブローバック構造に感銘を受けた。やがてブリッシュと組んだトンプソンは ベンチャーキャピタルの援助を受けてオートオードナンス社を設立し、後にトンプソンサブマシンガンと呼ばれることになる自動式消火器の最終的な調整に移った。1917年、ようやくアメリカは第一次世界大戦に参戦し、トンプソンは陸軍に順将として復帰する。彼は戦争が終わるまでの間、交渉長として全陸軍部隊の消火器生産を監督した。 この業務のため、彼は防衛士勲章を受賞している。1918年12月、トンプソンは再び退役し、最終段階に入っていた自動式消火器の設計へと戻った。当初、彼らが目指した自動式消火器は、反動利用方式やガス圧方式のような複雑さを持たぬブリッシュ式の遅延ブローバック方式を用いた自動小銃であった、トンプソン自動小銃。 この自動小銃の実用試験では、当時軍が小銃弾として採用していた。30から06スプリングフィールド弾が、ブリッシュ式の機関を動作させるにはあまりに強力すぎるという問題が浮かび上がってきた。最終的にトンプソンは、以前から使用銃弾の候補であった、陸軍正式兼 10M1911 用の 45ACP 弾を使用することに決めた。 1920年にはこの児童火器の特許を取得したものの第一次世界大戦は急戦に持ち込まれてから銃器の売り上げはかんばしくなく軍との契約は見込めなくなっていたそのためトンプソンは法執行機関向けの販売を開始し大きな利益を上げたしかし1928年には売り上げが落ち込み会社の経営状況が悪化し始めたため トンプソンは王とオードナンス社の経営者を辞することとなる。第二次世界大戦中、沖縄で戦う、米海兵隊員。トンプソンサブマシンガの改良型の一つである、M1 短期艦銃を使用している。1940年6月21日、トンプソンは79歳で死去し、皮肉にも、彼の死後間もなくして、 第二次世界大戦参戦の瀬戸際に立たされたアメリカでは陸軍が大量のトンプソンサブマシンガンを購入し太平洋戦争が始まると海軍及び海兵隊もこれに続いた。やがてトンプソンサブマシンガンはイギリスやソビエト連邦などにも輸出され第二次世界大戦を通じてアメリカを代表する火器の一つとなり戦後も長らく使用されていくこととなる。 ありがとうございます。